明日から始まる新庄訓展、その案内役の登場です。新庄君、もしかしてお化けですか？佐久市の須崎街角ギャラリーに姿を見せたのは、佐久市のマスコットキャラクター新庄君。お化けの姿で登場です。須崎街角ギャラリーで明日から新庄訓展が始まります。この企画展は2014年から毎年夏に開催しているもので、今回の展示は夏祭りをイメージした5つのコーナーで構成していて、射的などが楽しめます。また新庄くんの部屋のそばにはお化け屋敷コーナーも用意されました。新庄くんは人を怖がらせる方法を勉強しているということで、今月31日と来月16日には新庄くんが企画展にやってくる予定です。なんでお化け屋敷やろうと思ったの？新庄くんの中でお化け屋敷が面白かったんじゃないですかね。新庄訓展は明日から来月16日まで開かれ、オリジナルグッズも販売されます。